どうも鬼です。今映画撮影の帰りにねちょっと眠れなくて、寝たいんですけど眠れなくてね、今パーキングエリアで休憩してます。そうしましたらね、ちょっと先ほどライブ配信したんですけども、ちょっとそれ終わって車に戻るときに大ゲージ発見してしまいました。やっぱねちょっとこういう寄り道はしてみるもんですね。寄り道は3問の得ですよね。これは大ゲージですね。どでっかい大ゲージ、うわーすげー大ゲージやんけ。今ね映画撮影の帰りで、それでねもうどうだろう18時間以上活動してるんですけどね、それで寝たいんですけども、あのモンスターエナジー飲んでしまったせいで眠れなくなってしまいまして、それでねパーキングエリアで生き物探ししてるんですけどね、大ゲージ見つけてしまいました。そしたらすごいっすね、やっぱりこれは寝るなっていうことなのかな。これ寝るなってことやろ、もうもうええわこれ、寝るなっていうことやからもう捕まえちゃうわこれ。ほらほら、よっしゃ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 、入った入った入った、ほいよっしゃ、やりました、無傷で捕獲。これ持って帰ろうかな、大ゲージ。ほらやばいね、わかります皆さん、これこれ大ゲージっすよ、わかりますこのフォルム、不気味なフォルム。うわーやばー、捕まえちゃった。あー皆さん起きてるもんっすね。やっぱ早起きは3問の得って言いますけど、夜更かしも3問の得かもしれないですね。うわーやった、大ゲージ捕まえちゃった、うふい。ほーらじっくり見てごらん坊やたち、これが大ゲージですよ、巨大な。ほらゲジゲジってわかりますよね、ゲジゲジの大きい版ですね、大ゲージ。これは南方に多い種類ですね、南方系の生物なんでしょうね、ゲジゲジは。対馬とか行くと結構いますよ、対馬とか五島列島とか石垣島とかね、ちょっと温暖なところでよく見る生物ですね。これこれもちろん肉食でね、多分明かりに飛んできてるちっちゃい虫とか狙ってやってきてるんでしょうね、この辺に住み着いてるんでしょう、ゲジが。ほらやばいよ、このこのおあご分かります、この口、これでね獲物捕食しちゃうんですよ。ほらうわーえぐー、ちょっとこれ持って帰ろうかな、持って帰って買ってみようかな。家に持って帰ってきました。やばいっすねこの見た目。皆さんちなみにね、大ゲージは毒持ってます。まとは言っても噛まれても別に人体に影響が出るようなものではないんですけれどもね、獲物を捕まえるための毒を持ってますね。あそこからあそこが毒出すんですよね。なんかあれだな、梅津和夫の漫画で漂流教室っていうのがあるけど、漂流教室に出てきそうなフォルムしとるな。うわーえぐー、あーやばいやばい、登ってくる登ってくる登ってくる、登れるのかな。これね、透明な筒なんですけど、透明な筒状の容器に今入れたんですけれども、登ってきませんね、登れないのかな、さすがあんまツルツルすると。これはちょっと私が飼育しましょう、ちょっと飼いきれないと思ったらね食べちゃうかもしれないですけど、大ゲージ食えるらしいんで、もしかしたら食料にしてしまう可能性もありますけども、とりあえずはね飼おうと思います、大ゲージちゃん。もちろんこれじゃなくてちゃんとした飼育ケースでね。大ゲージは小さな昆虫などを捕食してますので、まああれだな、高橋さんの餌を分けてあげればいいかな、レッドローチとかヨーロッパイエコオロギとかね、その辺をあげればいいんじゃないのかな。対馬で大ゲージがコオロギ捕食してるの見ましたんで、まあ、コオロギは間違いなく食べるでしょう。ちょっとコオロギをやってね買ってみましょうか。このね足がいっぱいブワーってある不気味なフォルムがたまらんよね、たまらないっすよね、かっこいいよね、よく見ると大ゲージかっこよくないですか、足いっぱいで。なんか不気味に見える人もいるかもしれませんけども、俺に言わせりゃねこれかっこいいんじゃねえのかなって、一周回ってかっこいいですよね。ほら。危ない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 。皆さん大ゲージ危ないですよ。ちょっと噛むかな噛むかな。俺の手を伝って脱走されても困るな。で、これ手で捕まえようとするとね、足切って逃げようとするんですよね。自節しちゃうんで、まあ、むやみやたらに皆さん素手で触らないでくださいね。おう。ゲジがかわいそうなんで、ゲジがね、足切って逃げちゃうんで、ゲジがかわいそうなんで、なるべくね、手で触らない方がいいと思います。このようにね、容器の中に入れて、触らずに取り扱うのが一番いいと思いますね。そうじゃないと、足取れちゃうんです。簡単に取れちゃうんですよね。かわいそうなんでね、触らずに、そう、お触りは、お触りなしでお願いしますね、大ゲジは。皆さんも車の運転は安全運転でお願いしますよ。ちなみに今日は夏至ですね。1年で一番日が長い日ですね。今日はね、日没が多分7時過ぎは、まだまだね、日の入り時刻になってないんじゃないかな、多分。
日長いですね。これからねどん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 日が短くなってきますので、ちょっとそれが寂しいですけどね。でも爽快、気温が上がってきてね、いろんな虫さんがブワッと出てくるんでね、楽しみですよね。皆さんもしっかり休憩とって無理のないように運転してください。それではご視聴ありがとうございました。